インドの台所へようこそ。インドでは梅雨は普通9月の終わり頃に明けます。その前に玉ねぎの熱々な揚げ物を食べるべきです。では始めましょう。最初に玉ねぎを大きめなリングの形に切っておきましょう。次は天ぷらのために作っていると同じ生地を作りましょう。ボウルに粉を入れます。これにコーンフラワーとパン粉も、調味料のために赤いチリパウダー、オレガノ、お塩、ニンニクを入れて取り混ぜましょう。ソーダ水を入れてちゃんと泡立てましょう。このようなトロトロに作るのは必要です。そして玉ねぎのリングをフォークで生地に浸します。これを余熱した油にいちいち入れましょう。気をつけながら裏返してください。鍋から引き出してペーパータオルの上に乗せましょう。この簡単な玉ねぎの揚げ物をインドチャイと一緒に召し上がったら最も美味しくなります。ぜひ挑戦してみて登録もお願いします。